今回の話題は大谷翔平選手、16年間で2人目の記録に世界が驚き、1人目じゃないのかよ、海外の反応ということについて紹介します。2021年には13本塁打と爆発するなど、例年好成績を残している6月も始まり、昨日の試合では今季3度目となるサイクルヒットにリーチをかける5打数4安打2打点と、今季2度目の1試合4安打の活躍をし、今日は決勝タイムリーを放つなど、バッティングも好調になってきた大谷翔平選手。今日の試合後の大谷翔平選手は61試合中リーグ4位タイの59試合に出場し、投手としてはこのような成績になっており、打者としてはこのような成績と投打で大車輪の活躍をしています。数試合打てないと最近では大谷は終わったという声や、中の上の投手と打者が組み合わさった地味な二刀流になったというネット上での批判の声も上がりますが、アリーグ MVP を取った2021年と MVP こそ逃したものの、投手としてはキャリアハイの成績を残し、様々なメジャー新記録を成し遂げた2022年の成績と現時点の2023シーズンの成績を比較してみると、今シーズンもこれらの年と比べても遜色ない。また6月から夏は調子が良いと言われる大谷翔平選手のことを考えると、それ以上の成績を残していると言えるのではないでしょうか。また61試合で15本ホームランは、年間ペースにすると2022年の34本を超える 39.83 本になり、3年連続30本、そして2021年46本以来2シーズンぶりとなる年間40本を狙える数字となっているのです。さて、そんな中、今回は16年間で2人目の記録を達成していたということについて記録として紹介したいと思います。その記録を達成したのは、5月27日本拠地マーリンズ戦に3番投手兼 DH で先発出場した試合です。3対4と1点を追う7回1走者なしの第4打席、フォアボールを選んで出塁した大谷翔平選手は、続くレンフロー選手の打席ですかさず盗塁、快速を飛ばしてスライディングし悠々セーフとなりました。これが今季7個目の盗塁となったのですが、米データ分析会社コディファイベースボール公式ツイッターは、盗塁映像とともに MLB で試合に登板中の選手による盗塁、翔平大谷のキャリア3つ目の盗塁で、多くはないように思えるかもしれないが、2007年以降ザック・グリンキーの一人だけと、大谷翔平選手が16年間で2人目の記録をマークしたことを紹介したのです。このデータについて海外から、マジか、むしろゼロでないことに驚きだよ、100球投げて10三振奪ってイニング間に休憩する代わりに盗塁する、化け物だろ、大谷は今年こそ MVP を取るべき、 MVP を毎年大谷が取るのがおかしいというなら、選考基準を変えるか新しい賞を作るしかない、大谷はそれだけ異次元の存在ということを受け入れるべきだと、改めて二刀流として投打に躍動する大谷翔平選手に驚きの声が上がったのです。さて、明日はエンゼルスは試合がないので1日休んで、また明後日からの大活躍期待したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。